私たちが見えたらこれを飲め。しばらくは真の像を止めることができるはず。懐の密書は確かに伊勢松ヶ島城の北畠信雄に宛てたものだが、内容はお前たちが考えていたものとは全く逆で。どういう意味だ。密書には甲斐は伊賀を裏切るのはやめ、他の十人衆を説得すると記されている。藤林を油断させるために店の密書を持たせて仲間を殺すのか。伊賀を攻めろという内容の本物の密書はもうすぐ別の忍びが伊勢松ヶ島城に届ける頃だ。そんな、じゃあ俺は全くの捨て石なのか。そこ悪いが、カイ様のために死んでくれ。すべてはカイ様の仕組んだことなのか。なんだ。そこにいる忍びのことだ。そこと相打ちになったというが、俺たちは三人、死体が一つでも足りなければ藤林は密書本物と信じるかな。さすが郷土、死に際でも頭が働くんだな。郷土、覚えてるか、俺が藤林の里に来た理由は。俺は家族を藤林の奴らに殺された。親父は目玉をえぐられ、母親は犯され、腹を裂かれた。幼い俺の目の前で母親の腹綿が飛び出したんだ。俺は藤林の里に来てから毎日どうやって藤林に復讐するかばかり考えていた。だけどな、俺はお前のように技も腕力もない。だから皆にバカにされていた。そんな時、下山の里から藤林に潜り込んだ下人に誘われ、甲斐様に会った。
藤林にどうやって復讐ができるんだよ。藤林だけではない、伊賀でもない、忍び全てに復讐するのだ。忍び全体だと？甲斐様は藤林だけでなく伊賀も甲賀も全て滅ぼそうと考えてるんだ。甲斐様もな、俺のように他の忍びの里から拉致されてきた。なんだと？